航空券に記号が付けられてるんですよね。いやだからそのテロは絶対許せないという名目のもとにね、どっかでそのなんか人権を軽視しているというか、そういうことがなんか高橋先生あるんですか、現実として。うん、現実ってありますね。まあプロファイリングって言うんですけどね、名前とか宗教とか。